いやー皆さんご心配おかけいたしました。おしず復活でございます。スギョちゃんくん山里亮太の不毛な議論。どうも皆様こんばんは。南海キャンディーズ山里亮太でございます、ね、その南海キャンディーズの相方おしずがですね、まあね、もう皆さんニュースとかで、ね、見てる方も多いと思うんですけど、まあまあコロナにかかりまして、しばらくねお仕事お休みして1月の頭からお休みしててやっと、復帰ということでございまして、いやー長かったよ、結局3週間ぐらいか、もうね休んでてもう結構仕事したかったみたいな、なんかこうもうなんかその仕事への欲望、漫才への渇望、ここら辺がね結構いい感じで熟成されて、山ちゃんいつできんのみたいな感じの、だいぶね前のめりな感じで、あの一応元気だという報告もね、あの写真付きで、結構顔色もようになったわって言ってね、なんかロケだったんでしょうけどもね、顔全部緑塗ってましたね、俺ね真緑色ね、結構顔色良くなったわっていう、なんかこうおしずが違うの、それをね言うとボケじゃないのっていうことも言われたんだけど、俺おしずさんはその手のボケできない人だと思うんだよ、なんかこのなんかなんていうの、なんかうまい系というか、なんかちゃんとしてるじゃない、そのロケで緑を塗ってんのに顔色良くなったよって、いやわかんねえよっていうツッコミが来るようなボケする人じゃないから、うん、意外とねナチュラルにやっちゃってきますね。でそれを見て、あおかえりと思ったもんね、うん、であの今日は京都って見てたらなんかインスタでやいこやいだひとみさんのマイスイートダーリーを弾き語りしてて、見た、お母さんインスタ南海キャンディーズって書いたインスタあれさ、あれなんか呪いをかけてらっしゃるような手じゃね、まあなんかこうなんて言うんだろう、ちょっとなんて言うんだろうな、は俺私弾けたいのっていう二層っていうかさ、そのお経も新しい形探してみない、レッツテラみたいな感じのあの感じじゃない、ね、でしかも英語の歌詞だからね、あのね、ダーリンダーリンマイスイートダーリンかね、あれをずっと弾き語りでやってる時のあれ、皆さんぜひよかったらねですね、おしずがあのインスタやってますんで見ていただければ、あのあんなにこうなんて言うんだろう、誰の胸もときめかないダーリンのくだりね、なんか漢字に見えてもね、ダーリンじゃない、もうなんかもうなんか打天使の何隣って書いたような、うん、ダリダリーってここにーって、もうあの完全になんかこう悪いのなんて言うんだろう、呪いとかをそこに留めようとしてるだね、ダリダリーここにーって、うん、ね、でもまあ普段マスクつけておにぎりのおかずしか言えないっていうように仕上げてですね、いつかですね、呪術高専に入れてあげたいなと思います。どっちかっていうと払われる方じゃねえかという説を一回置いときながら、まあね、おしずも、まあだからあの漫才のやつもね、だからおしずが書いたネタもありますんで、それどこでね披露する場所だから、やっぱねおしずもね久しぶりにね、初めてかコンビでネタ書いたから、ちょっとこうなんていうの、ドキドキすると、そのいきなり劇場であったり、もちろんテレビなんか持ってるわけね、で、やっぱおしずはね、そんな私たちのそういうネタも受け入れてくれる場所知ってるんですよ。一回覚えちゃったのよ。他力本願ライブというね、とこで。このリスナーさんが、結構ゆっくりリハビリ的に自分たちの漫才を育て上げてくれてるってことを感じてるから、だからね、広重プロデューサーにもね、ちょっとね、打診してみてはいるんだけど、ちょっとね、南海キャンディーズの漫才、ちょっとぜひ、どっかやらせてもらえませんかね、みたいなこと言ったら、なんかこう、広重プロデューサーがね、どういう意味か分かんないけども、しずちゃんにその枕の覚悟はあるんですかっていう、なんか枕の覚悟はできてますかってことだけはお伝えくださいって言われたんで、
今ちょっとねそれでもやっぱ南海キャンディーズのこれからもあるんでしずちゃんにはもう連絡して、右腕にテンピュールを移植してくれということで広重さんのね言うとはい、まあ、あの今右腕のあのまあちょっとコブラのようにね右腕を今テンピュール移植しましたん で左はごめんなさいあのちょっとまあノリじゃないですかサイコガンをやってしまってますんであと下半身はキャタピラですはい完全ですね。完全もうなので多分ですけども漫才を受けません。何をやってもで下半身キャタピラで左サイコが右が全部テンピュールになってる人がね何をね山ちゃんお医者さんやって私火を怖がるサイやるからって言ってもいやサイとかじゃなくてもうトリッキーガンタンクじゃんみたいな。だって笑いにはなりませんけどそれはもう広重プロデューサーのもうお好みですから、うん、広重プロデューサーね多分ね、キャタピラのところにね、サーモンかなんか置いてガタガタガタって回して遠くでこうネギとか置いてね、遊びたいでしょうから、お前のキャタピラ使ってマリネ作らせろとおなじみのね広重 P のためにうちの子はね頑張りますからということでございまして南海キャンディーズ、まあ、だから近々とはまだ言えないけどちょっと広重 P が、ね、許してくれたならばちょっとこのラジオとかでねおしずとともにまた復活で漫才をねお聞きいただければなと思ってますけどもねまあ言っても今はほらまたさネタ合わせとかどうなんだろうね一時ほらコンビだったらさあっていいみたいなっていうけどまだそのルール適用されてんのかなやっぱほらねステイホームでさ今いなきゃいけないっつってなんかでみんないろいろねやってると思うんだよ家で、まあ、出れない中でね映画見たりとかで私なんかはねちょっと今ゲームをいろいろやってまして。でね、そのゲームの話もね、今日ちょっとだから、いろいろやってるゲームの話聞いてもらおうかな、みんなになんて言ったら、広重プロデューサーがね、今日も、なんかその、はい、桃鉄も楽しかったっすね、なんて、1ヶ月前よ、ニーニーライブやって。ね。ニーニーライブってね、みんなでこう、さら、ね、年30日か、ね、やって、もうライブと生放送ね、公開収録、公開生放送やった後に、ちょっとね、小川さんと僕と広重 P と一緒にね朝やってたねモテツやってから1ヶ月ねでそのゲーム最近なんかやってるじゃないしたら広重 P がなんか僕モテツやってるんですよねってああそうなんだっつってなんかつって今一番強い敵とりあえず、まあ、佐久間ねとやってるんですけど、うん、コンピューターで一番強いやつ負ける映画全然見えないですよねっていう。なんか一切ね、すげえ遠く見ながら、なんか負ける映画全然見えなくて、なんか、向こうがなんか600億とかで追っかけてきても、いやいや何こっち3兆あるけど、みたいな感じになって、で、なんか、もう全然、向こうが、例えば、キングボンビー、つけてきたとしても、こっち手札で全然返せるんで、で、なんかほんと一番嫌なタイミングで肩投げりカードも出せるんで、でそうなってくると、山里さん負けって教えてもらっていいですかみたいなそのヤンキー漫画の死のうの強いやつみたいなことでねなんか負けを知りたいんですよねみたいな今俺任してくれるやつ待ってるんですよみたいなことでね言ってねこっちとらね小川さんはね水野銀次にね900億ぐらい持ってかれてトータル900億持ってかれていや、ね、泣きそうになってるっていうのに、うん、俺この前うんちカードが4回ぐらい出てさなかなかないよね。いや、そのね、ゲームの話したいなって、今ね、いろいろやってる中でね、まず一個がね、今更って言われちゃうかもしれない。今更でも、今もなお流行ってるんだけど、今スタートすんのっていう意味での今更で言うと、俺今ね、パズドラをやってるんですよ。確かに。今まさに、パズル&ドラゴンも。もう9年ぐらいずーっとやっぱさ、あ9年前なんだよあれあったのがで今それが今やってんのうん一回その9年前にも一回入れたんだけどよくわかんないなみんながやってるからね俺もやってみようと思ってやったんだけど全然もうなんか連鎖みたいなのあるじゃないコロ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 ってやってて連鎖もできないしだから本当になんかこう3つ揃えばいいというルールのもと3つだけ揃ってあじゃあこっちのも揃えようなんて言って指離してそっちピョンと触った瞬間にあれなんか終わってるみたいなこう指つけっぱなしじゃダメとかそういうルール全然分かってないぐらいのところだったからマジで倒せたもう小ぶりなドラゴンぐらいだね
だから面白みに出会えないまま終わった9年前があって、でこの前ね放送されてたんだけど、あのそれパズドラの番組、今からでも全然始めても大丈夫だよっていうのこうパズドラをもう初心者の方、まあもちろんプロの方も含めてね、そんな人たちに向けたパズドラの番組っていうのをやらせてもらったのよ。それが俺と岩井、原市の岩井と、あとすごいゲーム、めちゃくちゃゲーム実況で今おなじみの、ニコルちゃんっていう、あのニコルンじゃないニコルちゃん、石田ニコルさんかな、ね、石田ニコルさん、石田ニコルさん有名なんですよ今ね、うん、そのすごいおなじみの人でやるってなってさ、ですごいのね、岩井のパズドラ界からの信頼され具合。いや岩井は9年前からずっと続けてんの。でも今もずっとやってて、ですげえなと思ったのが、スタジオ入るじゃない、スタジオ入ってまあ最初にね、おはようございます、あっおはようございますみたいな、でなんかパズドラのね、ガンホーの方々、その会社のパズドラ作ってる会社の方々も ね、いらっしゃってて、で、あ、お願いします、あ、お願いしますって、後ろに岩井見つけた瞬間に、岩井さん来てくれたんですねみたいな。いや、そう。本当にパズドラを愛してるってのをガンホーの人たちも知ってるから、もう岩井が来れば安心だみたいな。あって。で、まあ、いざ始まってね。でも本当に、岩井の解説が分かりやすいんだよ。やっぱ本当に好きな人の言葉って伝わるじゃない。なんかで試合の見どころとかこうどう楽しんだらいいの、ああなるほどなるほどなんて岩井指導のもとこう勉強させてもらってて、でいざ実践みたいになったのその時に、でね、あの岩井の指導のもと、そのねニコルちゃんと山里がね、あのじゃあちょっと連鎖をさせてみましょうみたいな、岩井がまず自分、じゃあ僕がやってみますねなんて言って、岩井がパッと盤面を見た瞬間にね、指をスッと置いて、コロ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 なんてこう転がしてる関係、その中にあるねパズルの玉をね、でパズルの玉を転がして、で3つ並べ、3つ同じ色を揃えれば消えてくってやつなんでね、でこうコロ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 ってやってって、でそこでもビャン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 テーテレテーテ、あ、ちょっと待って、ごめん、仮想出しちゃった今、今ごめんなさい、今急に金ちゃんが上げて欲しがっちゃったから、うん、ね、ビョン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 みたいになって、で連鎖が続くわけよ、ね、でこう続いて、でビョン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 ってやって、でビョンビョンってやった時に、で結局なんかこう、ね、今ちょっと待って、俺今すげえ頭の中で今金ちゃんがすごい出てきて、そうだ、46番卓球って言ってたから今でまあね、岩井がパッとやっただけでも9連鎖ぐらい出るわけよ、でここまでは求めませんちょっと やってみましょうなんて、案の定ね、俺なんかも3つだからここをやってバン1も連鎖にもならないね、ああなるほどなるほどって、で岩井がねちょっとこう悲しい目をしてる気がしたら、なんかああってこんなにできないものか、でもねこのゲームをねこういう人でも楽しめるようにしたいっていう岩井の愛があるからね、一生懸命俺に教えてくれるわけよ岩井が、でもう例えばここ、こうねここに2つのところだから、二つ緑がある。で、その二個先ぐらいに緑があるってことは、この二個先の緑をこっちに近づけたら、三つ揃えますよね。で、そこに行き着くまで二個のとこが、赤の二個があって、で、じゃあ、もう一個、こう、青の二個もあると。で、それぞれを三個に揃えながらそこに行ったら、もう普通に三になりますよね。でも、当たっちゃうと入れ替わっちゃうから、じゃあそれが当たらないように動かしてみて、やってみてください。分かったんですって。もう岩井が丁寧に教えてくれるから、じゃあ、ニャオスさんやってみましょうって、指パッと置いて、ね、こう手を動かして、ピーってやって、パッ、あっ、ピロンって、あごめん、ね、緑が見つけちゃった、あ、大丈夫です。今のは、だからそこで話すんじゃなくて、そのまま緑が来た時に行けばいいです。あ、分かった。じゃあもう一回やってみる。ね、行きますよ。はい。じゃあ今、引っ張って、ピロン、あ、紫が消えた、あ消えましたねっていう、こういいですか山田さん、そこで押したまま離さないでずっと引っ張ってって、で
あのそこのね青のところで一回青と赤一回入れ替えますね。そうすると青三つになって、でもそれでもそのまま続けてまっすぐ行って、次緑のとこあるけどもね、でもこの緑に触れようと思ったらその前の黄色せっかく3つ揃ってるのを崩しちゃうから、じゃあ当たらないように行くって言われありますよね。ああなるほど、じゃあそれ、あ今は説明の途中でピロン、あ一個だ、うん、あのっていうなんかちょっとこうなんて言うんだろう、岩井が若干の失望を覚えてるこれに、なんか全然言ってないよ、そのでも俺の中での岩井の心の声がなんか聞こえてきたの、こいつ思った以上におじさんだなっていう、えなんか思った以上におじさんじゃねっていう感じがなんかこうドキドキして、なんかあるじゃん、この人にこう思われたくないっていうのに祝いって入ってくるじゃん、なんか祝いにおじさんって思われたくないって結構思うわけよ、四十超えた芸人の俺って。だからそのあでテンションだけでもああなるほどね見えたみたいな空気で、あなるほどそういうことかって言って、で俺はもうあの宿題してもらおうと思って、ああ分かった、じゃあもうニコルちゃんやったらぐらいの気持ちで言ったけども、祝いってそこら辺ストイックだからちゃんと行きましょうっつって逃がしてくれないのよ、でずっとやって、でここやってここやってペンペン、あ、ね、2個できた、うん、3目指しましょう、ペンペン、うん2個ですね、うん、ごめんちょっとやっぱ難しいな、これから一生懸命覚えるわって言って、岩井があそうですね、はい、全然全然っていう、なんかこう岩井を失望させてしまったのよ。でその中でそれで終わった、収録終わって、でそっからどっかでこうなんかこう岩井にがっかりされたままで終わっちゃいけないなと思って練習を始めたの。でも練習を始めると意外と覚えてくるんだよ、できてきて、あ2連鎖はもう当たり前になってきた、3連鎖はもう全然できる、4できる、で今度は4で連鎖して消していくと上から落ちてくるやつのまあね運もあって、でそれから5、6連鎖もできるようになってきた、ね、であこれ結構 できたね、で俺が思ったのはなんだろう、岩井に見てほしいって思い始めた、ね、あこうやってなんだろう、あの BL って始まるのかなと思って、ね、岩井に俺のパズドラをクリンクリンしてるところ見てほしいななんて思って、すごい一生懸命練習してるわけ、ね、であの今は5、6ぐらいは結構出せるようになったので、面もだいぶ進んでランクもすげえ上がってきて、ね、一生懸命毎日やって練習して上手くなってるから、でこれここまで上手くなったらもう岩井に見てもらえるかなと思ってんだけどね、ただ俺絶対条件があって、これね本来このパズドラ普通にやっていこうと思ったら3秒以内にそれを全部決めなきゃいけないの、くる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 って、それは俺できないの、だから俺は自分の仲間選べるのね、 6人ぐらいの、その仲間がそれぞれスキル持ってるんだけど、俺基本的に集めてる仲間のスキルがその考える時間が延長するやつばっか集めてるの、うん、5秒延長するやつと6秒延長するやつと10秒延長するやつだから、俺1回のパズドラのシンキング25秒ぐらい使ってるんだよ、で、うん、それパズドラなんだけどスピード感ゼロでやっててじっくり熟考してるんだよ、ジジイの数読みたいな感じで、岩井がその俺を受け入れてくれるかなっていう、ほらあいつ車もさオートマ認めてくんないじゃない、うん、今はだからまだ岩井の前にはいけない俺は、うん、ザ・リーサルレポンで雨上がる、鹿児島県ラジオネームカモメの会議ボス、先ほどから連鎖と呼んでいるものはコンボではないでしょうか、連鎖はぷよぷよだと思いますいや繋がってるや連鎖しよう、コンボって日本語だったら連鎖じゃねえの、コンボ確かにね、あのコンボって出てたわ、そうすか、うん、何コンボってあの、うん、そっか全部色揃えて消えるもんが繋がったら連鎖じゃないの全部。なんですかね、味方からですね。うん、俺ぷよぷよだと思ってっか。うん。そっか、そうそうそう、コンボ。ね。そう。5秒だった、5秒。ベースは5秒なんだけど、全然だ、もうほんとに、すごいだから、あの、時間伸ばすやつばっか使って。でも、その全国大会みたいなの見ると、すごいんだよね、もう。
うん。いやでもね、ちょっといつかはね、岩井さんに見ていただけるように、うん、一個ずつ頑張ってますけども。あとね、もう一個ゲームハマっててね、それがね、天水の桜姫って、ちらっと言ってたっけ？ちょっと僕は。そうそう。アクションロールプレイングで、いや、ね、面白いって噂聞いてて、で、そこまでね、ここでずっと言ってる今、最近の山里のこの、ステイホーム期間中のね、ゲーム変歴、まだが、リビッツ、ね、あれもまあ、全クリしまして、フルコンプリートで、ね、その後に、ピクミンですね、ピクミン3をやってましたんで、それもクリアです。結構やり込んでますね。結構ですね、地味にやってるんです。しかもこれ、全編夫婦でやってます。はい。結構ちゃんとやってます。結構ちゃんとやってます。やっぱね、ワンオンさん、まあまあね、私はワンオンさんと呼んでますけども、奥様のことをね、は、やっぱ、なんていうの、ほら、結構、オタ気質と言いますか、ね、ハロープロのね、の、こう、愛とか、その、なんかこう、かき氷が好きだったら、かき氷すげえ食べるとか、もう、集中してすごいのよ、その収集兵器みたいなのが。だから、ああいう、そのね、リビッツもそうなんだけど、リビッツも、隠れてるコインとか探さなきゃいけないのね。そう、本当にすげえ探すのよ。マジで。半日かけて探してるの、すんの、一枚のコイン。そう。隠し面とかも。で、その、ピクミンとかも、フルーツ集めるのね。それも全部、コンプリートしたりするって。もう、それぐらいこだわりが、やり込む人なの、地味に。で、このね、天水の桜姫ってのも、これ何がすごいってね、この、まあ、ストーリーとしては、こう、なんて言うんだろうな。いつの時代なんだろうあれ、もうわかんない。ちょっと平安っぽいけど、まあ、もっとな、神々の、なんかね、話だね。主人公の桜姫という神様なんですけど、これもう、稲作を司る神様の卵みたいな感じ。その、まだその神様の卵でちょっとまだね、何も全然神様としての自覚もない。なんか、ちょっともう何でもかんでもめんどくさがっちゃうような、ね、女の子の神様がいるんだよ。その桜姫と、あとまあ、その、人間界からその、神の世界と人間界のなんか間ぐらいのところに迷い込んだ、こう、仲間っていうか人間の、この、タエモンテロと、キンタっていうとこ、なんかこう、ミルテっていうね、女の人とか、なんかそういうキャラクターがね、何人かいて。で、その人たちと共に共同生活をしながら、鬼たちがね、いる鬼を、こう、倒していって、くゲームなのね。で、なんだけど、これすごいのがさ、このゲーム、普通ロールプレイングってさ、敵倒したら成長していくでしょ？なんかレベルが上がるみたいな。そう。で、これ何が違うってね。この天水の桜姫ってのは、レベル上げる方法がかなり特殊で、その、同時進行で、米作んのよ。お米。田んぼがあってね。自分の。で、それを全部、田起こしって言って、その、桑をね、で、田んぼを起こして、石取って、雑草取って、ね、肥料を作ってとかっていうのを結構細かくしっかり作って、で、お米が出来上がった、そのお米の品質によって、レベルが上がっていくの。いいの作んないと、いいの作んないと、あんまり上がらないんだけど、でもいいの作ったら逆に、しっかり上がっていくのね。でもこれ1年間かけなきゃいけないから、米って。ああ、なるほど。そう。だから、戦って、敵を倒して手にするのは琥珀って言ってね。まあ、これは肥料の元なんだけど、肥料が大事だから。ね。で、あと、普通にそこら辺の落ちてるね、こう、草とか、あとキノコとか、ね。いろんなものをこう戦いながらアイテムとして手にするけど、それも肥料に入れてやるんだけど、この肥料作りっても大変で、すごいのよ。で、これ、肥料作るのも、まあ、言ったらも昔ながらの作り方で、トイレから声を汲んでね、で、声だめから声を汲んで、で、その声、あ、違う、トイレから声を汲んで、ね、自分の糞尿ですよ。汲んで、声だめにポンって入れて、で、配分とかも大事だよ。琥珀を いくつ入れる、獣の蹄をいくつ入れる、あとこう、なんかこう、ちょっと、なんか豆を入れてみるとか。本格的。超本格的。で、そう。で、これを入れると、根の育ちはいいんだけど、虫がつきやすくなる。じゃ、虫がつきにくくするためにこれを入れてっていうんで、それなんていうの？綺麗な、パラメータ出てるんだけど、綺麗な正三角形を作って、
米を作ってくれ。で、作り方もいろいろあって、この、綺麗に美しい方を実らせるのか、量を実らせるのかとか、それも作り方、農法によって変わってくるって。で、またすごいのが、さっきの声だめの声も、前日に、これね、夜ご飯何食べるかも全部決まるの。で、敵倒してきて、イノシシとか倒してきて、イノシシの肉とか手に入って、それをミルテさんっていう人が作ってくれるんだけど、メニューを。で、その食べたものによって、声の成分が変わってくるんだよ。だから、こう、肉とかいっぱい食べてると、その栄養価高いけど、ちょっとここがマイナスになるかもとか、だから野菜多めに取ってたらこういうような声になってる。っていう、すごい細かいの。で、その全部で、起こすのも、田んぼ起こすのも、もうめちゃくちゃ、これ全部起こしたろうなと思っててもちょっと残ってて90%もいきゃいいとこで、まあ、80とか70とか最初ね、全然ダメだな、みたいな。で、こうね、もちろんこう、根を植えるのもね、全然ダメなんだけど、それがどんどんね、こう、進んでいくと、仲間たちが農機具とか開発したりするんだよ。最初は、もう、ね、こうなんていうの、穂が実った後も、こう、木の棒でトントン叩いて、ね、もみから外してた、こう、脱穀してたのも、そのうち臼作って、臼からできるんだとか、すごい機械作ってくれる。これネタバレになっちゃうから、ちゃんとやらないから機械作ってくれて、すごい簡単になったりとかしてくんだけど。で、米もどんどん作りやすくなってくるんだよ。で、耕すのもどんどんパワーアップとかしてくんだけど、でよ。で、ここでなんだけど、一応は我々夫婦で、ね、やってるんですけど、基本的にアクションロールプレイングで、アクションの方は、私に委ねられるんです。鬼と戦ってくる。で、まあ本当これ、夫婦の会話っぽいっちゃっぽいですけど、家のことは任せてっていうね。真帆さんが。家のことは私やるから。両太は、鬼と戦わせてきて。って言って、分かった。で、アクション部分俺やる。で、まあ、田んぼを全部起こして。で、本当にね、びっくりするよ。朝ね、休みの日の朝とか起きるじゃない。ね、自分でよ。普通、この実生活の俺がね、起きて、ね、テレビの方の部屋行ったら、ね、奥さんが声を汲んでるわけよ。で、こう、表見ながら、昨日ダメだ。獅子肉食べ過ぎたかなーって。ちょっとこれ、琥珀これぐらい入れて、ちょっと銅鉱石入れて、んでもちょっと水でちょっと薄めるか、みたいな。ずっとやって。もうこだわりがすごいしたから。で、ちょっと、とか結婚しての、初めてちょっとした衝突があったのよ、うんうんうん、それで。まあ、ニュースなんのかな、こういうのって。やっぱ、一回ちょっとね、私、山里亮太と、まあ、ワンオンさんの中で、稲の、なんていうんだ、こう、田んぼの対する考え方の違いでちょっとぶつかるんでね。うん。俺は、やっぱこう、レベル上げるためにも、たくさんの米があった方がいいと。ね。俺は質より量派だったら。で、ワンオンさんは、いや、待てと。せっかくね、アイテムで農書とかね、手に入るんだよ。で農書に、農業の書ね、に、稲を美しく育てる方法とかもあって、で、その育て方とかも全部もう、ワオさんも読み込んでたの、全部。で、見た上で、せっかくいい稲が作れるんだったら、で米が作れるんだったら、ちゃんとその農書に従って、ね、量は、収穫量は減るかもしれないけど、いい米を作らないかって言われて、いや、ちょっとまだ始まったばっかだから、結構、米絶対今ね、トレードとかで、ね、油とか手に入ってするから、最初のうちは量でいいんじゃないって言って。いや、私は、ね、しっかりいい米を作りたい。せっかくだから。いや、でもさ、みたいな。いや、家のことは任せてほしいと。ね。で、もうワンホンさんがさ、そう、譲らないよ、そこは。絶対綺麗な、美しさを追求したいっつって。で、分かって、もちろん、分かって、もうこれ以上言うのもあれだし、つって。で、まあ、渡す。で、俺ちょっとこう、大阪とか行ったりして、ちょっと開けたりするじゃん。ね。で、開けて帰るじゃない。そうするとさ、見たこともない農機具がすげえ増えてんのよ。何これっていう。
でこれネタバレちょっとしたけど、俺びっくりしたの、何もなかった田んぼによ、俺が大阪帰ったら水車できてたからね。何これ。水曜ジャンク、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 山里亮太の不毛な議論。ネットニュースなんのかな、衝突っつって初めての、うん、やっぱね、俺は本当に質より量、向こうは量より質、うん、俺がさ、ゲームちょっと 見てって言われたから、はいはい、ゲーム見たらさ、びっくりしたよ、うん、アイガモ農法を始めてたのよ。どこからかアイガモを連れてきて、いや俺はもうね、俺は正直もう時間かかるからね、その虫ができないような肥料を作っちゃおうと、その中結構防虫でね、いろんな入れば、ある程度ちょっと味の質が落ちちゃうのよ、それは。でも虫が来たらその収穫減るから、ちょっと防虫系のやつを入れればいいからと思ったけど、その脳症を読み込んだワンオンさんがすれば、アイガモ探しに行くから大丈夫っつって、で見事アイガモ連れてきてて、でアイガモがいると思って、アイガモが虫食べるからっつって、でアイガモ下げる時間とかも全部自分で把握して、いけないって言うから、どうしたっつって、アイガモ閉じ込めなきゃっていう時もあるんだよ、うん、そう、アイガモ次の日までアイガモ出したらこの子たちいいね食べちゃおうなんて言ってる、それぐらい時間のシビアで。そうなんですか。そうそうそう。え、終わりあるんですか。これだからボス倒すまでよ。あ、そっか。そう。敵ですよ。だからもう俺は外で鬼と戦ってくるから、鬼なんだと、いろんな鬼がいるんだけど、ウサギ鬼とかね、はい、キジ鬼とか、うん、イノシシ鬼とか、そのいっぱいいて、で攻略して、でその中でも宝を取ったりしなきゃいけないのよ。でいい肥料とかもあったりするんだよ。で取ってきたりとかするっていう。でまあ家はちょっと開けるときある。で帰るとまた実ってて、で最後の作業がね、こう白米にしていく作業がトン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 ね叩いて、でそれもなんか俺も見たことない器具でもう今やってんだけど、もう嘘みたいな器具、うん、もうなんかこう時代ぶっ壊れるぐらい、もうこれどっかに小松って書いてないみたいな、もういや神々、うん、神々なのに、もうこれ小松のやつじゃないみたいなやつもう作っちゃってんだよ、もう俺がちょっと開けると。で、作っててさ、で、もうそれ、米ね、仕上げは任せてくれ、一応。仕上げはつくだけでいいから、米をトントントンとついて、もみを外してって、で、しかもね、やめるタイミング自分次第なの。だから、玄米寄りでよかったら、つくのを早めにやめれば、玄米で、栄養価は高いけど、その、商品価値として、売りに出すときに、商品価値は低いよとか、ただ栄養価高いから、この米でいくと、レベルアップ的には体力上がりますよとか。そう。白米、ね、すごいのよ、うん。ステータスが全然変わってくるの。なるほど。力がめっちゃがあるとか。そう。で、この肥料入れといたらここが伸びるとか。それも全部なんか配合があって。で、ワンオンさんのポリシーで、絶対攻略サイト見ないってなんだよ。見ないです。意地でも。すごいですね。だから、自分の中で、ゲーム内に出てくる脳症を読み込んで、で、肥料の配分を何回かもちろん失敗して、なるほど。うん。やり込んでですね。やり込んで作ってて、で、最後に、俺、米をね、白米にすると、なんで俺任すかっていうと、白米にした後に評価が出るのよ。その1年の米に向き合った時間と、その美しくなるためにやった、その評価を見せつけてくるんだよね。俺が単に作るだけで、パーンってね、したらもう毎回、我々、惚れ惚れする米じゃんってこと言うわけよ。で、ステータスめっちゃ上がるっていうね。やってて。で、戦いに行くってくれ。で、やってるじゃない。で、またちょっと、俺、家はね、開けて、仕事開けて。で、帰ったの。ね。したらまた本当にもう、ちょっとやってほしいとこあるって言って、ここの面難しいんだ、つって、渡されて。で、あ、そうなんだ、つって。こう、そこの面に行く。でも、ふと見るとこう、すげえなんか、いろんなステージがクリアした形跡があって、あれ鬼行ってんねと思ってね、うんうん。あれこれちょっと鬼倒し行ってんなと思いながら。うん。それはやっぱね、鬼を倒しに行ってるねって聞いても、鬼を倒しに行ってるじゃないと。肥料を探しに行ってると。なるほど。だからそうなってくると、もはやこれは、
あの田んぼのための行動だから、うん、その外は任せたっていうルールを破ってはいないと、うん、でもさ、うん、俺がやってる間に、うん、7割クリアしてるよねっていうもうで結構コンプリートしてるような状態じゃない、でもいやこれ全然田んぼのためだからって言ってでやってほしい面があると結構難しい面だねって言って、うん、でも頑張ってみたいな感じで、まあ、バーってやってあでもあ結構そうかまだあいけるいけるいけるあでなんかふと見ると体力もめちゃくちゃぶん長くなってるからあすげえなーなんて思ってで進んでったら奥の方行ってでねしたらなんかこう奥の方行った時に急にムービーが始まったのなんだと思ってあこれやってないですネタバレになるけど大丈夫かないいかまあ細かくやらなきゃいいか、うんうん、ムービーになったらね、はい、であのそのお供のなんかペットみたいなのいるんだけど、はい、そいつと会話を始めるね主人公が、はい、会話の内容的に、うんたまじいって言って、あの、キャラクターなんだけど、はい、相方がね、たまじい、いよいよ最後の戦いじゃって言って、えラスボスすんの俺えそうよ。で、そっからラスボス戦よ。全く、何もしてない俺が。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論さあとねでボス戦だったらもうどうやらうん急にボス任されてさでもまあちょっと緊張したけどすっげえ強そうなやつだっけでしょ、ね、うんでじゃあお前らの人飲みにしてやるわーみたいな感じで来るわけうわやっぱと思ってめちゃくちゃ緊張していけるかなこれいきなりって、まあ、頑張ってみたいな言うから、うん、まあ頑張るけどさって言ってでこう避けてさねっ、まあ、バーっていっぱい攻撃の中で避けてたらもう確実にこれ食らったら終わるみたいな何か波動砲的な感じでねチュン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 って溜めてきたの、うん、やばいやばいやばいと思ってでチュン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 ってえっどうしようと思って緊張してで波動砲がブーンみたいな集まってズドーンって当たったの、うん、ダメージで見てびっくりしたね1だったのよね、これさこいつの超必殺技1だよってすごいやりこみ声っすねめちゃくちゃいい米作り続けむちゃくちゃいい米作り続けた結果ラスボスの超必殺技1でそれをはじいて切ってみたの、うん、4分の1ぐらい減るからねズドーンってへーすごいこういうもんだろこのゲームってぐらい確かに言われてみりゃ、あの、まあ、気づかなかった俺もあるんだけど、ラスボスまで、ラスボスに着いた時に、ノーダメージだったんだよね、俺。うん。うん。すごいっすね、本当にね。だからってめちゃくちゃゲームあったわけじゃないのよ。今までやったゲームだから、今言ったやつ？あ、もともとやられない。全然やんない人。だから、リビッツ、ピクミン、電水の桜姫、で、もう一個その前にやったのが、カービィっていうカービィ以来の、リビッツからの、だったということでございまして、ちょっとね、今も家開けてるんでね、多分、今日帰って、テレビがついてたら、田んぼに多分、ユンボがありますもん。これね、ラスボス、クリア、いや、これがこのゲームすごいのよ。クリアするでしょ？すると、これね、クリアした時のステータスを、のまま、もう一回田んぼ作りができるんだよ。だから戻れんの、ボス倒す前に。で、もう一度田んぼ作れるんだよ。言ってたもん、ママさん。宇宙じゃんっつって再現がないっつってうんえどうしてひろしげって言ううわパラメータの上がないぐらいかって俺がいやこれがまだね伸びれんのよ伸びるんだまだ伸びれんのもっともっとがあるんだよでもっと やり込んでる人いるからなんかあの水のやり方とか水量とかあとモミの選別の仕方あのまだまだ私伸びるって言ってたから。じゃあまだ続く、ね。いい米作れるって言ってたのよ。うん。
うん、なのでちょっと相当ハマってるんでしょうね。ちょっと今日田んぼ作るから迎えには行けないと言ってましたけど今頃ちょっと田んぼ作りながらのラジオを弾いてるのかも分かりませんけどもね、ということでございましてさ、そんなですね、最近ね、もう同期の山崎智以来のですね反芸反応でやってます山崎 ね、そんな私今同期のって言ったけど今ちょっと困ってることあんのよ。まあ、ニーニーライブでもね、もうお世話になって大活躍してくれたから、もうこんなこと言うのなんだけども、トロサーモンの久保田さんからね、LINE が来るんですよ。で、今日も来てね、それが、東大王ね、放送してたんですけども、見てると。で、まあ、東大王のある問題の答えを送ってきてね、うん、俺は誰よりも早く分かったっつって。うん。出してくれと。東大王に。うん。無理でしょ。いや無理だよ。あいつだってもう NHK だって奇跡的に逆転人生ハマったけど、東大王一番ダメなのよ。ふざけるやつ。なるほど。そう。確かに。いやそりゃそうよ。もうでも久保田が多分ね、あの子はもう本当に笑い声を聞くことだけが本当にあの子の生命を維持するから、ふざけるのよ絶対に。分かってる。それでそれでもう本当にあのスタジオ中に響く富永さんの舌打ちが聞こえるんだもん俺はもう。久保田がね絶対押しちゃいけないところで早く押してね、どうせネゴシックス絡みの答えを言いね、もう宮川一郎太さんがね、うん、笑ってない目でね、面白いですね芸人さんはみたいなこと言ってね、もう辰巳拓郎さんはね、うん、本当大きなしゃぶじで往復ビンタでさ、ね、いやーこれ怖いんです。だからもうちょっとだからね、あの、まあ、よくないかな、断ろうと思ってます、あの久保田さんに。でちょっとどう断ったらいいか分かんないのよ。なのでちょっと今日みんなちょっと考えてほしい。このトロサーモン久保田から東大王に出してほしいという連絡、それをうまい断り方を教えてほしい、ね、無理だったとかっていうのはちょっとさすがにな、なんかね、無粋というか。だから、まあ、リスナーならね、あの、久保田が納得する方法を知ってると思うんで、ちょっとまだ返信してないんでね。あの、皆さんの本当にいい断り方あったら実行するかもしれませんので、ぜひちょっと送ってください。ファックス、東京 03-5562-0954、東京 03-5562-0954、メールアドレス、fumo@tbs.co.jp、fumou@tbs.co.jp までお待ちしております。ある日パパと二人で語り合ったさ、こんなラジオは嫌だ、目の前にいる DJ の腕がハサミになっているフリーグある日パパと二人で語り合ったさ、この世になんとかかんとかだな、こんなやつとは M1 出たくない、どんなやつフリーグネタ合わせの時に会話れば語ってるある日パパと二人で語り合ったさ、この世に生きる喜び、今ネゴシックスに一番足りないものとは、グリングリン生きる力とあみなぎるパワー水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。ちょっと今日はまあなんかそれぞれがさ、もうしたことないしょうか、賛否しようか、3人で何で賛否ってさ、1,2,3 でみんなでお尻出して賛否しようか、何なんそれ。水曜ジャンク山里ジャンク、もう水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。神奈川県
ラジオネームアゴンヌ。ここまでのあらすじ。放送中、山里の股間が急に膨らみ、恐る恐るチャックを下ろすと、可憐なミモザが顔を出しました。ただいま誰が水をあげるのか、スタッフがじゃんけんで決めています。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。負けたやつはやめてよ。勝った人ね。勝った人がいいよね。勝ち取ってほしいよね。せっかくだから。ボタニーとしてはね。うん。それはね、勝ち取ってほしいのよ。俺の股間のミモザに水をね、かける権利は。さあ、そんな、そんな、どんなだよ。あ、そう、ちょっとお知らせなんか一つですね、ございまして、あのね、私、日本遅れてるよっていう番組がございまして、それが今週土曜日に TBS で放送なんですけども、お時間がね、30日土曜の午後2時から TBS で放送なんですけど、これ、アンタッチャブル柴田さんと一緒にやってます。あと、岸先生ってね、面白い、もうバラエティーもできるね。もう素晴らしい、岸先生、何でも知ってる岸先生と、小川さんっていうね、ですよ。この SF 作家の小川さんっていう、この方も面白いのは SF の観点から、こういろんな日本の未来を語ってくる。で、あと、まあ、メルルでございますよ。で、さらに、これすごい斬新なんだよ。未来人っていう、未来からプレゼンターが来るのよ。春日俊明さんとかですね。オードリーと。の、だから、末裔になるのかな。で、流れ星中英さんも末裔が来て、で、ランドのサーヤちゃんも、何代目かのサーヤちゃんが来る。未来からね。で、鬼越トマホークは10年後くらいから来ます。はい。で、その未来の日本がとんでもないことになってる。それは今の日本のここがダメなせいなんだよっていうのをプレゼンしていくんですよ。今言ったらプレゼンターだからね。彼らのですね、プレゼンも注目でございますけども、そこを柴田さんがもう華麗に突っ込みまくる。それを俺ニコニコ見てる。そんな番組が30日、午後2時から TBS 放送ということで、ぜひ見ていただければと思います。中英さんが変な汗が出てましたね。そこら辺も、4K だったら映るかもしれません。ということで。さあ、いろいろね、出させてもらってありがたい中でね、まあ、今日放送の東大王に出たいなんて言ってきたあの男、どうやって断ったらいいかということで、ちょっとメール、はい、行きましょうか。メールテーマ、トロサーモン久保田から東大王に出してほしいという連絡、それのうまい断り方を教えて、横浜市、ラジオネーム、口癖はソイソース。久保田という漫才王が出ちゃうと、東大っていうブランドが霞んじゃうから、ちょっと遠慮してほしいんだわ。うまっ。これも、これじゃない?これじゃないもん。愛知県、ラジオネーム、セハムステキ。久保田さんへの断り方ですが、東大王は上沼さんがよく見てるらしい。といえばもう一発です。いや、これ逆に呼んじゃう可能性あんのよ。今やっぱ謝罪の気持ちも込めてね、いいとこ見せたいと思ってるから。うん。ちゃんと新曲も買ってたからね、久保田。亀山さんの。うん。これちょっと、ひょっとしたら呼んじゃうかもな。鹿児島県ラジオネーム、かもめの会議。東大王って芸歴10年以下じゃないと出れないらしいよ。というのはどうでしょうか。山下真司さん出てるからね。うん。ドベテランがね。藤原さんも出てるしね、そもそも。東京都ラジオネーム、ビー玉姉さん。東大王のギャラって結構少ないんだよ。と、お金に関することを久保田さんに言えばいいと思います。これも正解かもな。ほぼギャラないよ、つってて。うん。もう全部ほとんどがね、誰が持ってってるのかな、これは。誰なんだろうな。言うつもりですか。うん、危ない。言いそうなっすよ。でも、暴れる君が持っててます。9割は暴れる君が。東京都ラジオネーム、サハラサさんか。久保田さんには、アメリカの卒業式で被るような博士の帽子を渡して、東大王は飛び級で卒業だよ。というのはどうですか。いいですね。おしゃれですね。あ、これ飛び級で卒業いいですね。沖縄県、ラジオネーム、花トレイン。久保田さんには、これ東大王だよ。と言って、しずちゃんのインスタライブに出てもらえ、出てもらえばいいと思います。多分気づかないでしょ。あ、面白そうですね。面白そう。うん。二人でね、俺行かないで。
お静か問題だしね、問題っつって。イントロクイズっつってね。見たいっすね。うん。これはちょっとぜひ、久保田さん。まあ、久保田さんはね、言うとお静かのジャンボって呼びますからね。東京都ラジオネーム、寝ても覚めてもダメ人間。久保田さんの断り方ですが、どうやら久保田に有吉の壁のオファーがあって裏かぶりするってプロデューサーが言ってたよと嘘をつきましょう。そっか、同じ時間だからね。あ、久保田さんそうなんだ。いや、意外とこっち選ぶって言いそうなんだよな。ねえ、まあでもお笑い芸人さんがあえてその好きだからね、久保田は。だってもうあれでしょ、あれなんだっけ、ドキュメンタル、あ、はいはい、ねえ、すごい金額をかけて挑んでるでしょ、シーズン9かなんかで。一回ね、幻のチャンピオンってなったんでしょ。怒ってたもんなその時。やっぱね、そこでね、もう久保田先生はね、もう、あの、美味しいとか、そんなんじゃないです。俺から1000万を奪いやがってないです。この恨み、腹さで置くべきかでいくから、あの人は。だからその力をシーズン9で見せるのか分かりませんけども、まあね、問題起こさなきゃいいですけど。山口県ラジオネーム、ネズミ後輩。東大王に出演するためにはネットで大御所の悪口を言ったことがないという条件があるといえば、久保田さんは諦めると思います。これはね、あいつ言ってないって言い張りますからね。そうすると俺言ってねえよ、もしくは、だったらてめえなんで出れるんだよって俺に来るってね。で、お前あれのこと言ってたよなって言って、俺と一緒に死のうとするってなるね。彼、そういうとこなんですよ。まあ、まあね、ほんと、わかりやすく言うと、本当にあの、霊言同士のスイカ頭的なね、こうやっぱ最後、教師に向かってね、ダイナマイト巻いて、行くみたいなね。やっぱこう、世代的にね、うん。やっぱこういうのでしょ、メルルとか笑ってくれるの多分。ね、世界知ってるかな、霊言同士。兵庫県ラジオネーム、昼バレーの時計台。ヘイボス、たまには休んでね。なんか起動しそうになっちゃったよ。久保田さんの断り方ですが、ちょっと東大王フリースタイルラップ NG なんだよね、はどうでしょうか。うん、これもダメなのよ、久保さんは。うん、フリースタイルラップ NG なんだよねって言っても、いや、新しい風吹かしてやっからって来るんだよ。で、ガンガン誰にでも行けるからね。全然ヒロミさんも行くからね、この男だったら。うん、埼玉県ラジオネーム、お金大好き銭いけるけ。鈴木ひかるさんから生理的に NG ですと言われたというのはどうでしょう。もう二度と出たいと言わなくなると思います。燃えちゃうあいつは。うん、そう、本当に。でそれこそラップかましてくる。これどういうこと？大阪府ラジオネーム、ぽっちゃりスウェット。富永さんがどんな人か説明するというのがいいと思います。これどういう、どういうことですか？富永さんは博学な、何でも知ってるね。すごい人です。ただ、あの、ま、ボケて間違う人に対して、激厳しいだけで。うん。まあでもやっぱね、まあ、番組作ろうとしてくれてる熱意がすごいから。もう、久保田との相性って多分激悪です。分かってます、私。久保田さんは、富永さんと、辰巳さんと、宮川さんと、八田さんにはハマりません。だいぶハマるんですね。はい、あと、天明舞子さんにもハマりません。控え室で、ノンスタの井上が優しくしてくれるだけです。藤本さんにも怒られます、多分。なるほど。はい。見えてますね。なので、断り方教えてください。メールアドレス、fumo@tbs.co.jp、fumou@tbs.co.jp までお待ちしております。岩手県ラジオネーム、誰も追えぬ宇宙観。ここまでのあらすじ。今週のメールテーマ、下半身が誰逃れ明美になったら何をするでしたが、想像以上にメールが来なかったため、
テーマを変更します。新しいメールテーマは、上半身が林家木久扇になったら何をするです。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。さあ、 TBS ラジオからお送りしております水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論でございますけども、コーナー行きましょう。こちら、転生したら〇〇だった。さあ、こちら、転生したら〇〇になっていた、一体何に転生していたのか、そしてその後どうなったのか、行動や展開を送ってくださいということでございまして、行きましょう。埼玉県ラジオネーム、まとなりのロトト。転生したら美容師だった。来店してきた吉岡里帆さんの私物を預かることができたり、吉岡里帆さんの髪に合法的に触れることを許される素敵な職業。ワンちゃんと思って、電話番号を書いた手紙をそっと渡そうとしたが、ここら辺の美味しい店を書いた手紙を渡した。僕がおすすめした店に行ってくれたらいいな。もう、まとなりのロトとの、こう人の良さが出てんだよね。やっぱこう、美容師さんのことを、紙に合法的に触れることができると表現するあたりに、あ、絶対いいやつだと思って。最終的にはもうね、僕がおすすめした店行ってくれたらいいな。いいやつですよ、本当は。これはだから、なんか、まとなりのトトの人の良さが出てるよね。これは普通。うん。普通は、だったらやっぱ切って食べちゃうもんね。普通はね。うん。ごま油で軽く切ってね。うん。食べちゃうけど、これまとなりのトトはやっぱ、遠くから見てるだけでいいって、一番優しいタイプだよね。うん。そうね。神奈川県ラジオネーム、アゴンヌ。転生したら体重計だった。ダイエット中の川栄里奈ちゃんが乗ってきたので、数字を少しだけ軽く表示した。表情がパーッと明るくなった川栄ちゃんは小走りで冷蔵庫に行き、ご褒美と言いながらプリンを食べ始めた。ごめんよ、川栄ちゃん。けど、美味しいものを食べてる時の川栄ちゃんがやっぱり一番可愛いな。優しさですね、やっぱりね。うん。まあこれだから体重計になってての立ち振る舞い方人それぞれだよね。あごんのはこうやって可愛いとこ見るためにちょっとサービスって。俺なんかこう、もしなるんだったら最終的にはこう、メモリを安定させないでね。どういうことって言って、もうちょっとでも長いこと踏んでもらうよね。いや、踏む時間を長くしたい。うん。そのためメモリをぼやかすという、まあまあ、あるあるですよ。北海道、ラジオネーム、あわとやぎ。転生したら、斉藤飛鳥の父親だった。夕飯前、ふと思い立ち、僕は娘に電話をかけた。もしもし？どうしたの急に。何かあった？娘の声を聞くのは何ヶ月ぶりだろうか。娘の仕事が忙しくなってからは話す時間も少なくなってしまっていた。いや別に、体調とか崩してないか？なんとか絞り出した言葉に娘は、何それ？と言って笑った後、大丈夫だよ。ありがとうね、パパ。これから撮影あるから、それじゃあね。と言って電話を切った。その日飲んだビールは少ししょっぱかった。これはやっぱもうお父さんになるってのはシンプル夢であんだろうね。しかもちょっとツンとするタイプの斉藤飛鳥さんがね、ちょっとこういうこうほろ優しい感じ、うん、これはいいですよ。これね、それと今朝さ、スッキリのさクイズスでさ、問題出した人にさ、それこそ西野七瀬さんがね、問題出した100点だったよ問題。ちっちゃい頃、元気を出すためにやってたことなんでしょうかみたいな。まだ変わった癖があったんですよ。なんでしょうかって。正解、お父さんの枕を嗅ぐっていう。スタジオ中の男性がもう、完全に捕まりましたね。いや、あれは完璧な答え。うん。やっぱ出んのよ。問題でその、人間性みたいな。これは100点。アイドル。まあ、もっとね、アイドルとしても、一番いいやつだと思う。もう、マニュアルに付け加えた方がいい。うん、加藤さん痺れ上がってたもん。岐阜県ラジオネーム、横綱の旦那。転生したら、理科準備室だった。基本的に誰か来ることはない。するとある日、吉田洋先生が入ってきて、洋先生は入ってくるなり、服を脱いだし、S 字コスに着替えた。そして、人体模型を四つん這いにし、バシバシと鞭でケツを叩き出した。そんな洋先生の一面を見れて、とても嬉しかった。いいですね。理科準備室に入ってきてね。うん。こう、ちょっとこう、作業で汚れたね。
ちまうわけです。手かなんか汚れてね。うん、で、こう、その汚れた手を洗おうかななんて言って、理科準備室の水道やったら、プッてこう、すごい勢いでしょ。あら、みたいな。これも、なんか、世に言うこう、M の反乱ですよね。うん。M もちょっと、ちょっと M もちょっと、自我を出して、女王様にもう一つもらおうとするときになんかちょっと、強気で出ちゃうみたいな。それが、あの理科準備室の水の勢いですよ。あれあれですよ、ね、あれはだから、あれ基本的に横綱の旦那なんです、あれは。はい。あれだからもう、まあ、これからちょっとね、理科準備室と水道使うときちょっと使いづらくなったら申し訳ないですけど、あ、行っちゃってるんです。あれはね、理科準備室が行っちゃってるんです。はい。はい。これはもう覚えていただければ。転生前は誰かでしたから、あれは基本は。行っちゃってるです、あれだから。ナダル先生曰く、行っちゃってるですね。埼玉県ラジオネーム、ケビンは一人ぼっち。転生したら、正体不明の大泥棒、王、ね、だった。アルファベットの王ね。転生したら、正体不明の大泥棒、王だった。どうやら記憶を失ってしまっていたらしく、自分が誰かわからない。与えられた情報は、高いところに隠されたお宝も背伸びせずに取れて、追ってきた警察にはスパイクをぶちかませるということ。自分が誰なのか考えていると、スケジュール帳に書かれた、若手芸人を可愛がるの時間になった。もしかして、俺、大林素子に転生したのか。まあ結構な条件揃ってますよね。うん。あとあの、恵比寿横丁で、立ち飲みしてんのかなと思ったら座ってたってエピソードがあったらこれも確定です。あ、立ち飲みとか行くんすねって言って、あ、立ってないっていうね。これはあの、ベース吉本でよくあったことなんですね。もうみんな、あの、劇場の方々が、ちょっと大林さん立ち見って、席なかったのって言ったら座ってたってですね。これも、よく、あれさえ。大体あの、次長課長さん見に来てました。井上さんのこと好きだった。大好きだった。千葉県ラジオネーム、マカオ。転生したら、学ランだった。僕は学ランなので、女の子に来てもらえることなんてない。そんなことは分かっているけれど、ひょっとしたら、いたずら好きな可愛い女の子が、学校の同級生の男子から僕を盗んで、ふざけて来たりしないかな、なんて思っていた。そして、僕の持ち主が決まった。どんな少年だろうと楽しみにしていたら、ラブレターズ塚本だった。爽やかな学校生活を楽しめると思っていたのに、まさかコントの小道具に使われるなんて、と思っていたら、僕は普段着に使われた。ああ、この大左遷先ですね。学ランとして、ラブレターズ塚本のところに、ラブレターズ塚本のところと、狼少年片岡のところに行くのは大左遷です。これ森奈々ちゃんが応援団するときに来てもらったのが大出世です。はい。これね。でもね、今、芸人さんがさ、脚本書いてあって、何キスマイの北山くんと、セクシーゾーンの勝利くんがやってるドラマ、日テレ始まったけど、あれ、芸人さんが脚本書くんだよ。変わる変わるで。子孫の二郎とか、花子の秋山くんとか、あと、空気階段の塊とかね。いや、バカリさんが切り開いてくれた道じゃない？いや、そんなんね、あるだろうね、なんかこの、塚本とかも。いや、面白いこと書くじゃない。先生、うちにも書いてくんねえかなと思ってんの、また。でも今、そうか。ラブレターズ、夜行中で忙しいんだよね。もうやってないでしょ。BFMで、え、TFM で夜行中。いや、もうないんじゃないですか。え、帯でやったらだっけ、ラブレターズ。夜行中。本当？やってないと思う。月日で。毎日。月日の深夜4時から。ええじゃないですか、それ。8分やったらやった夜行中。もうやめたのかな、はい、好きだったんだよな、ほんと。ラブレターズの夜行中。あんま言わないんだよね。あいつが喧嘩して話した。千葉県。千葉県ラジオネーム、ミスターバックドロップ。転生したら、古舘一郎だった。転生した途端に頭の中が言葉で溢れ返ってくる。喋っても喋ってもキリがない。一体どうなってるんだ？頭がおかしくなる。元の体に戻してくれ。でも一瞬になってみたくない？どんだけの言葉の数。引き出しがさ、ものすごい俺、イメージ、俺は古舘さんの頭の中は、千と千尋の釜爺がいるとこと同じだと思ってんだ
あの山みたいな人あふれ出てくるんだろうね。うん、これはちょっとこれもうあまりに受け入れられなくて、なんかこう何も喋れなくなるとかなんとかな。チェンソーマンでいたよねそんな人。続きましてこれかな。まだいる？東京都ディルディアンネームシグ。転生したら寺田心くんだった。まるであざとい代表みたいな顔をして偉そうに語ってる田中みな実さんに、このナチュラルボーンあざとである僕が、お前のはあざといじゃない小賢しいだと体でわからせてあげます。見てみたいけどね、二人の絡みをね一回。先生ね、ほんと田中みな実先生やっぱすげえなって話になるね、やっぱね。うん、もうあざとくてはやっぱ座長ですよ、うちの。やっぱ山田孝之さんとね、やっぱもう構えるもんね。もう本当来週見てほしい、あのマイヤーに挑み続ける先生、どこまで放送されるか分かりませんけども、やっぱファイティングポーズ取るもんね。うん、シャーッつって。うん、いやーこれぜひちょっとご覧ください。東京都ラジオネームセッシ48都市。転生したら定規だった。線を引いたり長さを測ったりに使われず、もっぱら袋閉じを開けるのに使われている。袋閉じを開けていて気づいた。袋閉じって当たりないなっていう。いいね。これ目的がなんかちょっと優しいよね。これは愛媛県ラジオネーム、トモとスムージーと嘘と胃袋。転生したら、ロボミチョパ、カッコ、シリアルナンバー92だった。ミチョパが芸能界からの電撃引退を発表して数年、バラエティ番組を中心にテレビ業界は大打撃を受けていた。そんなさなか、ついに開発に成功した私たちロボミチョパは、バラエティを席巻した。アナザースカイはシリアルナンバー1から始まり、今週の私で92週連続でロボミチョパ会である。もちろんロケ地は同じ北海道の網走だが、92通りのロケパターンを披露し、毎週視聴率は 50% を超えているらしい。しかし人類は気がついていないのである。これはすべてミチョパ様によるバラエティミチョパ化計画の一環であるということを。何言ってんだよ、トモとスムージーと嘘と胃袋。まあでも確かにこれはもうね、みちょぱがもし死なくなったら大打撃だよね。確かにこの前なんか有田さんがやってらっしゃる番組で、芸人さんがこう V たくさんなんかこうさ、面白 V 撮って、ミルクボーイとかね、いろんなみんなのこうこのチキとか撮って、スタジオにのそのみんな芸人さんと、あとみちょぱと有田さんがいてて、でさ、みちょぱのコメントの残り具合尋常じゃなかったの、見てないですか、異常なぐらいのこと言う。すごいのよ愛の手力が。結局いやすごい、そらもうね、シリアルナンバー欲しいですよみんな。三重県ラジオネーム、大塩ペー八郎のお味噌汁。いやちょ、こう大塩ペー八郎のお味噌汁さあ、玉結び昼の番組の方ね、ラジオ玉結びで送ってくんのよ。でこれ大塩ペー八郎のお味噌汁が昼送ってくるときは、大塩ペー八郎のお味噌汁でくんのよ。そう。でも俺の中で大塩ペー八郎のお味噌汁だから、この前昼玉結びで、お、お味噌汁って言っちゃって。大丈夫でした。でも気づいてなかったよ、みんな。噛んだと思って、甘噛みしてると思ったけど。うん。そうなのよ。で、お前、大塩ペー八郎のお味噌汁、いろんな兄弟みたいにいんだよ、なんか。うん、なんか、うん。なんかね、平賀源内の我慢汁みたいな。なんかそんな、なんか、ヒロはそれ言いなかったけどさ、すばし汁だ、すばし汁。平賀源内のすばし汁。我慢汁は、こっちだ、送ってきてもこっちだわ。うん。ね、大塩ペア中のお味噌ディル。転生したら、アマゾンの木だった。10メートルは軽く超えている大きな木で、周りを見ると自分と同じような木がたくさん生えていた。猿や鳥たちが私で遊んでいる。とてもいい気持ちだった。そんなある日、向こうの方でドスンという大きな音が聞こえたと同時に、一本の木が見えなくなった。
次々と大きな音とともに木が見えなくなっていく。森の動物たちも声を上げ逃げ惑っている。そしてついに自分も倒されてしまった。そこからなんやかんやあって、今私の上に新垣結衣ちゃんが座っている。この生活もありである。なんやかんやに集約されすぎてんね。そう考えればね、うん、北海道ラジオネーム泡とヤギ。転生したら坂井正人だった。前を向きたいとき僕はビッグマックを食べる。新車をこすったときビッグマックを食べた。小学生のスポーツクラブでスポーツ経験もろくにないくせに子供や顧問よりも出しゃばって的外れなアドバイスをするお母さんを見たときも僕はビッグマックを食べた。ツイッターで芸能人の熱愛報道が出たとき、この人たち誰、両方とも知らんのだが有名なんとかいうクソしょうもないコメントを見たときも僕はビッグマックを食べた。高嶋ちさ子に持っていた DS を真っ二つにへし折られたときも僕はビッグマックを食べた。この先も何度もくじけそうになるだろう。だからこれからもよろしく。いいね。いるよね、この人たち誰、両方とも知らんのだが、これ何なんていうのにいるな。このマウントの取り方の人いるよね。青森県ラジオネーム大成功。転生したら総理大臣だった。気づいたら俺は通常国会の真っ最中の菅総理になっていた。菅総理大臣。転生後の名前を呼ばれた俺はほんの少しの好奇心といたずら心である法案を表明した。令和3年4月1日より、本田医師のそばをすする音に関するいじりを全面的に禁止します。国会はざわついた。いや、ざわついたのリスナーだろ。どことは決まってないけど、ラジオを聞いてる人たちだろ。もう本田医師のそばすすれば、もうラジオの中でしか聞かないよ、俺も。神奈川県ラジオネームボブサップ。転生したら、宮沢賢治だった。雨にも負けずパート2として、雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けない丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に一杯の青汁と刻んの弁当を取り、あらゆることの自分を感情に入れず、よく見聞きし分かり、そして忘れない。高円寺駅の近くの小さなワンルームアパートにいて、東に霊感が強いと言い出すグラビアアイドルがいれば、行って、先がないからやめろと言い、西に特技披露に疲れたモデルあれば、行って代わりに新しい特技を考えてあげ、南に消えそうなタレントがいれば、行って怖がらなくてもよいと言い、北に喧嘩や訴訟があれば、ワイドショーの食い物にされるだけだからやめろと言い、感動もの VTR には涙を流し、隠しカメラバレバレの楽屋はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず、苦にもせず、そういうものに私はなりたい、を発表したら完全にスルーされた。いいですね。さあ行きましょう。北海道ラジオネーム非常勤パンダ。転生したら東京ホテイソンだった。今日は暗号の練習をしよう。じゃあ今から僕がいくつか言う単語の頭文字を合わせてどんな文章ができるか当ててみよう。ディーゼルエンジン、ルーマニア、ドーピング、炭素、治療、老頭、ペンギン、ニンニク、ノリ、呼び鈴、吸引力、1万円、ノート、型破り、パンダ、イカ、ズーム、リーダー、乱行、レモン、抜歯、キリン。正解は、ディズニーランドで明日待ち合わせでした。いいや、ディルド誕生。
次郎ペニの呼吸一の方パイズリ乱れ抜きティルト炭治郎あ炭素治療老頭で炭治郎言っていいやディルト炭治郎ペニの呼吸一の方パイズリ乱れ抜き非常勤パンダさん相変わらずお元気ですね ラストかな、はい、愛知県ラジオネームセハムステキ。転生したら有名ハリウッド監督アンドリュー・ホーケイ監督でした。日本の皆さんお久しぶりです。アンドリュー・ホーケイです。今回私が制作総指揮を務めた作品エイリアン vs プレデター vs すっとことっこい地上がいよいよ公開されます。物語は地球の危機に立ち向かう人類に焦点を当てた SF ムービーです。エイリアン、プレデター、すっとことっこい地上、それぞれが持つなぜ戦い、なぜ苦しみ、なぜ寸止めじらしをするのかを皆さんと一緒に考えるきっかけになれば嬉しいです。主演のジョリアキ立てまつられとも一緒に長い時間をかけて映像の細部までこだわりました。それではエイリアン vs プレデター vs すっとこどっこい地上、日本の皆さんぜひご覧くださいなんでしょうね、いよいよ熟してきましたね皆様ありがとうございます。お見事でございました。ということで転生したら何になっていたのか想像して送ってください。メールすべて小文字でふもアットマーク tbs.co.jp fumou アットマーク tbs.co.jp までお待ちしております。千葉県ラジオネームミスターバックドロップ。ここまでのあらすじ。チキンラーメンにお湯を入れようとしたその時、卵は生のままがいいか熱を通した方がいいのか意見が分かれた不毛チーム。カンカンガクガクの議論が行われ、結果ピザを取ることに決まりました。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。さあ TBS ラジオからお送りしております水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論でございますけども、メールテーマいきましょう。トロサーモン久保田から東大王に出してほしいという連絡が、うまい断り方教えてということで、沖縄県ラジオネーム花トレイン。久保ちゃん悪いけどここはネゴに譲ってくれねえかといえば男気を見せてくれると思います。それでネゴシクスが東大王に出ればいいと思います。これもこれでダメです。うん、あでもネゴ得意そうなコーナーあんだよな、ね、今イラストのコーナ ー、いやそこでもワンポイントでネゴ、あでもそれ以外もじもじして終わりそうだな、うん、で男気は久保田さんは見せません、うん、なんでやねんって言って俺でやろって言って行くタイプだね。ちょっとこれ難しいんですよ。奈良県ラジオネーム遥かなる花粉症。ボスこんばんちん。こんばんちん。久保田さんの断り方ですが、山下真司さんと久保田さんが対面すると小惑星が爆発してしまうからというのはどうでしょうか。これはダメです。おもろいやと言ってきちゃいます爆発させてるとこ、それで久保田の YouTube で流します。千葉県ラジオネーム富田和親。東大王よりもアメリカで放送してるハーバードキングの方に出る方が久保田らしいけどねその前に一回東大王で練習するわっていうタイプです。神奈川県ラジオネーム首位打者にと、久保田さんへの断り方ですが、スポンサーにインスタグラムがついてるのでもう返せばうまく断れますよ。なるほどね。ちょっとそういうのには先生ちょっといろいろ暴れ放題ですから、そうでバレるかな、オンエア見たら CM やってねえじゃんみたいな愛知県ラジオネームタッチアップダウン。
東大王って実は2年くらい前からずっとやってて、取りだめしてたのを放送してて、もう最終回まで全部撮っちゃってんだよね。といえば、久保田さんもどうすることもできません。いや、出てる人に聞きます、あいつ。もう撮ってないんですか、兄さん、つって。東京都ラジオネーム、困る困。山里、鶴崎。これ以上メガネいるかといえば、メガネにアイデンティティがある久保田さんも下がると思います。いや、叩き割って出てきます。もともとかけてませんでした昔は。はい。青森県ラジオネーム、大成功。ずっと、東大王と知らないふりをして、白を切りましょう。いや、それもあったけどなぁ、ちょっと。知らないふりはできてないかもしんない。見てっから今日。見て、俺連絡来てるから。東京都ラジオネーム、サハラサさんか。芸能人チームって言われたい？芸人だろ？いや、久保田さんはね、もう、久保田さん以外全員はもう芸人オブ芸人って久保田さんだと思ってる、自分のことマイケル・ジャクソンだと思ってるんで、彼は。スーパースターだと思ってるんでね、芸能人でも全然いいって言います。札幌市、ラジオネーム、別れ際ちょっとムキになる。久保田さんに東大王への出演の話を振られるたびに、あそこにおっぱいが落ちてると言って、久保田さんの注意をそらし、その隙に逃げちゃうのはどうですか、うん、あのね、分かり気がちょっと向きになる。おっぱいが落ちててそこに行っちゃうのは、ネゴシックスなんですよ。ええ。久保田は行かないんですよね。愛知県ラジオネーム、エッグボード。久保田さんの東大王出演を断る方法。キャバ嬢って誰も東大を見てないらしいよ。これが一番効果的だと思います。確かにね。久保田さんはね、テレビの向こうに狙ってる人がいるときはね、意外とそこに左右されるんですよ。はい。昔大阪で、私どもがやって南海パラダイスっていう番組で、久保田裁判というのがありましてね。久保田の悪事、久保田がいかにダメかをみんなで言って、言ったら久保田は主人公の企画ですよ。ね。で、まあ、美味しいやつなんですけど、その時久保田さんは狙ってる女性がいたので、格好悪いとこ見せたくないということで、生放送でやってたんですけども、先輩たち、そして俺たち同期、後輩が、いろいろ久保田のエピソードを持ってきたんですけども、その受けを全部、すごいな、それも嘘やんっていう、もう地獄みたいな返しを全員に返して、もう、別に笑い声などいらない。今日見てるかもしれない新地のキャバクラの方が俺を嫌わないでほしいっていう一存だけですごいやんそれも嘘やんっていうひどいことをやってのけた男ですからこれは聞くかもしれません。兵庫県ラジオネームだいぶ強い良い大仏。久保田さんにはそんなことより桃鉄しようぜと言ってごまかしましょう。いやしません彼は。宮崎県ラジオネームバスケットカウント。マネージャーに聞いたけど久保田高所恐怖症なんでしょ。東大王のセットかなり高さあるぞ。例えば大丈夫だと思います。あ、確かバンジー断ってたもんね。うん、水曜のダウンタウンで。うん、でも分かっちゃうんだよな、見てるから。自分のレベルが上の方に生かされないって分かってんだよな。うん、で仕事のためだったら命を落とすことも厭わない時あるからな彼。まあなあ。東京都ラジオネーム小持ちしゃもじ。うまい断り方ですが、富永さんの方からガチで断ってもらうのはどうでしょうか。富永さんから本気で断られればさすがの久保田さんも諦めると思います。確かにな。お願いしてみるかな富永さんに。ちょっとすいません、絶対ご迷惑をおかけすると断ってもらっていいです。神戸市ラジオネームてるてる坊主。山里さんすずらの山里さんいませんか。いや、てるてる坊主、この南海キャンディーズ組み立てで一瞬だけだったコンビ名誰が覚えてんのよ。ちょっと、ね、今の言い方完全にパクっちゃったから申し訳ない。うん、あいつら元気かな。ねえ、その、すずらね、前、南海キャンディーズならばね、山崎山里の次かな。すずら。うん。って一回あったね。
そんなことより。さて、久保田さんへの上手な断り方ですが、山里さん一人じゃどうにもならなそうなので、NSC22 期の日の光ともに説得を頼みましょう、イエム。反芸反応のね、カールおじさんみたいな格好したね。福岡でもやってますよ。農家やら、山崎とも。一時ね、吉本超合金って言って、俺ら大阪の NSC だから、そのやっぱ NSC 頑張ってると、もう、藤原さんと二条健二さんがやってる大阪の超人気バラエティに呼んでもらえるんだよ。そこでドンバマリしたな、筋肉と日の光ともは。うん。覚えてるわ、なんかそんな。東京都、リリアンネームシグ。久保田さんへのうまい断り方ですが、あの番組、出演者全員 CG と AI だから、と騙すのはいいと思います。俺はいけるかもな。あいつ騙されてくれっかな。つってでも自分の CG 作ってくれやっていうもんな。北海道ラジオネーム非常勤パンダ。久保田さんのお願いを断る方法ですが、天ヶ崎のやりまんに頼んで予定を埋めてもらえば大丈夫だと思います。かつてね、久保田先生が命がけで電話をした天ヶ崎のやりまんの方。ね、今も、前ね、日曜日、収録日にね、例まして、今日会えるって言って透かしていただければ。さあ、ということでございまして、いいです。いい方法たくさんありますよ。ね、皆さん待ってます。トロサーモン久保田から、東大王に出してほしいという連絡、それをうまく答えるにはどうしたらいいか。メールアドレス、fumo@tbs.co.jp、fumo@tbs.co.jp までお待ちしております。さあ、じゃあこちらのコーナー行きましょう。スピリッツ、今週の急にあの人が答えたら、さあ、このコーナーはその週に発売されたスピリッツの巻末に載っているスピリッツの連載している先生が同じ一つの質問に答える企画、今週のキュン。その質問にもしもあの人が答えたらというのを想像して送ってきてもらうコーナーでございます。さあ、皆さんメール紹介する前に今週のスピリッツ、関東グラビア新世代グラビアクイーン、なにわのピーチ姫こと石田桃香さんというのです。もうこれはもう表紙から皆さんのハートをわしづかむ気満々なんですよ。関東から待望の単行本第1週が2月26日頃発売決定、真鍋翔平先生の苦情の滞在でさ、真鍋先生のやつでさ、牛島くんのスピンオフでさ、あの肉まぶしの物語のやつにすげえかまいたちが出てる。ずっとあれ、 なんかのコラボなのかな。そう、そっくりだよ。めちゃくちゃ嫌な、ほら真鍋先生の嫌な人としてさ描くのすごいじゃない。めちゃくちゃかまいたちが嫌なやつとして描かれてて、いやすごいよこれ。なんでなんだろうね、なんかコラボなんだろうね、すごい。うん、まあそういうのもあったりとかね。そしてね、先々週ゲストに来てくれた早坂ガーブ先生の慧眼もございますよね。いよいよ話いろいろ動き出してきてますよ。これは盛り上がってきております。ということで、今週の急に行きましょう。今回の質問は、皆さんの断捨離を毎回ギリギリ逃れるものを教えてくださいということで、モグラの歌の高橋信郎先生、足裏マッサージ機、古くなってきたけど動くし気持ちいいしってことで。なるほどね。さあ、皆さんはどうなんでしょう。リスナーのメール紹介しましょう。リスナーが成りきった人たちの毎回断捨離を逃れるもの。愛知県ラジオネーム新卒の損失、パンサー向井さんの答え、尾形さんですね。尾形さんです、ええ、そうね、これもこれ多分ここが菅さんになっても同じなのかな、うん、いやでもね、でも尾形の凄さもね、今もうドッキリをかけられ天下一品じゃないね。え、本当に面白いもんな。まあだからいいよね。だまだそこでパンサーです。で、これ、向井が、ほら、MC できるでしょ。で、カンさんがブレーンとして。結果だから強いんだよね、この、飛び道具がいてくれてて。で、まあ、コントはたくさんできるしっていう。そう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 。なんか、すげえ、今日さ、楽屋の外でさ、マネージャーさんがさ、一緒なの、俺。パンサーとね。で、その、現場のマネージャーさんが、こう、外でずっと電話してる声がずっと聞こえてて、なんか、ああ、もう本当に、ぜひそこは、向井を、お願いします。いやー、今向井、ちょっとそういうこと、やりたい、やらせたいんですよね、みたいな。
いや、じゃあそこは、もう、向かいでって言ってる。それ、MC ですか？あ、向かいでって言ってる。で、まあ、すごいさ、自分で勝手に考えたけど、あれ、俺へのオファー断ってんじゃないと思っちゃう。山里じゃなくて、向かいでって言うんですか。電話はほら、同じだから。いや、そこは、向かいでって言ってるのに、あれ、俺のやつ断ってんのかなってちょっと思っちゃった。だとしたら、ことよ。神奈川県ラジオネーム、チワワの空振り。田中みなみさんの答え。M、愛すべき人がいて、2があると想定してるので、眼帯は捨てないで保管してます。いや、もらったんだ、あれ。博多通りもみたいなね、眼帯っていう。ねえ。いや、でも、時々なんかね、やってくれるよ。このドラマの再現みたいな。うん。あざとくての時に。やっぱね、盛り上がるもんね。うん、サービス精神旺盛よ。基本だったらね、あのドラマの田中みな実さんって全部一発ギャグみたいなもんのこれ。いや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 。もうどこも撮って面白いっていうね。無敵よ、あれ。岩手県ラジオネーム、金のマンタ。伊藤和恵さんの答え。シーマですね。そりゃ最新の車の方がいいに決まってるじゃないですか。みんなが持ち上げるから捨てづらいに決まってるでしょ。いや、ね。伊藤和恵さんが、シーマ乗り続けてるってね。ニュース俺も見てびっくりしたよ。なんだこのニュースはって。面白いね。そう、ずっとね、30年間乗ってんだよね、シーマに。めちゃくちゃかっこいいのよ。うん。金のマンタ。え、ピンポイントすぎんだよ。愛知県ラジオネームセハムステキ。めぐみさんの答え。ね、M-E-G-U-M-I のね、めぐみさんの答え。オリコン130位に終わった私のシングル、見上げてごらん夜の星をダンスホールレゲエバージョンは、季節ごとに捨てるか迷ってます。ねえ。ダンスホールレゲエバージョンって、さ、まあ、見上げてごらん夜の星ってすごいいろんなね、アレンジとか、されるし、カバーもするでしょ、あれ見上げてごらんでしょ、ね。ね。なんか、ダンスホールレゲエバージョンってさ、全カバーした人の中で一番ダメなアレンジじゃない一番やっちゃいけないアレンジしてる感じないダンスホールレゲエバージョンって。130位。うん。焼けてこないような星を途中で腰ガンガン振られてもね。そうですね。レゲエだよ。うん。だってドレッドとかで歌われてもでしょ。ダンスホールレゲエバージョンってこのバージョンがしっくりくる曲ってなんかあんのかな。ラブサンバディーぐらいじゃない千葉県ラジオネームメガネ玉手箱。青木隆二さんの答え。モノマネタレントではなくアーティストだというプライド。いや、やめなさいよ。そこある、そういうのがあるよ。それはやっぱプライドはこだわりは捨てないとかあるから。千葉県ラジオネーム、ミスターバックドロップ。ファイナルファンタジーをプレイしてる人の答え。ポーションが何百個ってあるんで、いらないんですけど、いつか使う時が来るんじゃないかと思うと捨てれません。もうあれ、こういうあれある好きよ。ポーションね。そうなんだよな。ハイポーションが来たからもうポーションなんでね。まあだから、本当に、戦い終わった後に、もう、二、三十個、ペペペペペって使うとかってするけどね。それで言うと、エリクサーの方が逆に使わなくない？もったいない、もう手に入んないから、つって。エーテルか。エーテルターボだ。エーテルターボやだ使わないで残っちゃったら、もったいない、もったいない、つって。何の話だっか。東京都ラジオネーム、こまるこま。藤崎マーケットさんの答え。白のタンクトップですね。大阪では正統派漫才師と言われてますけど、これだけはどうしても捨てることはできないんです。そうなんだよ。ラララライのね、イメージかもしれないけど、いやもう漫才普通にめちゃくちゃ、NGK とかで爆笑取ってるっていうですね。ラスト、神奈川県ラジオネーム、ボブサップ。藤田ニコルさんの答え。ニコルンビームですね。リューチェルが出てきた時にいらなくなったんですが、一応まだ取ってあります。でも、ね、ニコルン、もうほんとうまいよね、ここら辺は。みんな賢いよね。うん。ほんと。
見事でございますね。さあ、ということでございまして、来週は2月1日発売の9号のスピリッツに載っている今週の9時誰かになりきって回答してください。メール、すべて小文字で、fumo@tbs.co.jp、fumo@tbs.co.jp までお待ちしております。皆さんも今週のスピリッツをぜひ手に取ってご覧ください。宮城県ラジオネーム夢の中でもアルバイト。ここまでのあらすじ。バーチャル与謝野晶子と遭遇した山里。聞きたいことがとっさに出てこなかったので、髪は自分で切られてるんですかと質問してしまいました。果たして正解の質問は何だったのでしょうか。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。さあ、 TBS ラジオからお送りしております、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論でございますけども、メールテーマいきましょうか。あ、もうこないか。さあ、こちらのコーナーでございます。行きましょう。深夜の天の声。さあ、こちら、とある朝の番組の天の声の友達である私、山里亮太が、爽やかな朝には言えない不平不満、願望、疑問などを天の声の代わりに吐き出すということです。いや、これ正直ですね。俺も友達だから、ちょっと天の声に影響出ちゃってんだよ。そうすか、うん、これちょっとやっちゃってんだから、この前さ、本当にもう良くないなと思った。これは深夜の、天の声のなんか悪いのついていっちゃってる。この前ね、天の声さんがやってたんだけど、それね、なんか加藤さんに桐生選手がね、リレーでも 400m、はい、桐生選手が加藤さんクレー射撃やってるから、そのアドバイスくれたわけさ、加藤さんにね、すごいアドバイスだったの。だから最悪の時のもう失敗した後っていうイメージ取りも大事ですよみたいな。で、あーってみんなうなっててね、でクレー射撃ちょっとね、加藤もやってるから頑張ってくださいねの後に、ちょっとそこでも、ま、なんでそれ言ったんだろうと思ったんだけど、それはこのせいだと思うんだけど、深夜天の声やってるせいだと思うんだけど、その時に俺の友達が天の声が言ったセリフが、ちなみに加藤さんクレー射撃一生懸命練習して誰撃ち殺そうとしてんのって朝よ、もうドスベリよ、何言ってんだよ、そんなんしないよ。いや、めちゃくちゃ反省した。素で誰撃ち殺そうとしてんのって、マジでもんとも弊害出てんの、気をつけよう。ここで終わり。いきます。沖縄県ラジオネーム花トレイン。おはようございます。料理本、ダイエット本、断捨離本の三冠王、次は旅行記を出すであろうお嬢さんのこんな話題からクイズです。ごめんね、ずっと言ってるかな。じゃあな、名古屋市ラジオネーム、ウニ丼はおやつ。おはようございます。さあ、それでは忖度なしの発言を評価されたいと思いすぎて発言すべてがただ失礼なだけな若手俳優からクイズっす。これ当てはまりそうな人とかいるのかな。神奈川県ラジオネーム、ボブサップ。おはようございます。芸能界のエセ友達どもは、矢口真理と手島優のお互いに何のメリットもない本当の友情を見習うべきですよね。それでは参りましょう。エンタイマルオトクイズです。これ、ボブサップ言うて本当よ。これ、お互いにね、何かを求めるわけじゃない。ただ仲がいいから、やってる、あのページ、私見ております。東京都ラジオネーム、摂氏48°C。おはようございます。本日は、フワちゃんの二番煎じを狙ったキャラをしているが、言葉のセンスも笑いの感も本家の半分以下の、一周したら即飽きられる、ジェネリックフワちゃんが来てくれました。ジェネフワね。宮崎県ラジオネーム、バスケットカウント。さあ、ここでクイズです。柳沢慎吾さんがシリに、アバよと話しかけたら、思いがけない返事が返ってきて驚きました。その返事とは何でしょう。正解は、アバよをマーダーよと聞き間違えたシリが、殺人鬼ですか、通報しますと言って110番したでした。いいですね。神奈川県ラジオネーム、チワワの空振り。
さあ、ここでクイズです。先日 YouTuber デビューした高橋真麻さん。そんな高橋真麻さんの公式 YouTube チャンネル、真麻のお台場に未練などありませんチャンネルで最初に投稿された動画のタイトルは何でしょうか？残念、時間切れ。正解は、ニックネームの最後にパンがつくアナウンサーとつかないアナウンサーのその差を真剣に考えてみた、でした。いいですね。埼玉県ラジオネーム、桃口山江。ここでクイズです。実は放送中にスタジオのあるところが変わっています。それはどこでしょう？正解は、モーリーさんがギャロップの林さんにすり替わっていた、でした。いいですよね。じゃあ、ラストぐらいかな。じゃあこれ行きましょう。千葉県ラジオネームミスターバックドロップ。さあ、ここでクイズっす。四万十川の上流で釣り上げられた一光さん、どうしても釣り人に伝えたかったこととは一体何でしょうか？正解は、やだー解禁前ーでした。やだ解禁声優ね、高知の清流ですよ。四万十川で釣られちゃったんですね。解禁前、解禁後だったらいいんですね。じゃあ今ってよくしょ。いや、いい、素晴らしかったですよ。ということですね。もう気をつけ、もうここでスイッチ切り替えます。明日があるんで。ということで、メール送ってください。すべて小文字、ふもアットマーク tbs.co.jp 深夜の天の声まで待ってます。千葉県ラジオネームデタラメ人事。ここまでのあらすじ。飴を噛まずに最後まで舐めて食べるタイプだと発言した山里。さらにデカめの杉の木を舐めて溶かしたことがあるという話を自慢げに話してみんなを引かせました。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。さあ、という間でエンディングでございます。一番、これね、もう、まあ、読まれた時点でみんな 1DP ということでして、で一番印象に残ったメール MVP には 10DP ということで、今週の MVP は転生したら〇〇だったのコーナーから、転生したら東京ホテイソンだったというメールをくれたラジオネーム非常勤パンダ10ってるとポイント。いやー、もう見事でございましたね。ということでまして、さあ、で今日メール募集してるメール、もう時間ねないんで紹介していきましょうか。久保田からです。久保田東大王ね、出演を断る方法。ラジオネームハールポン。断り方、逃走中に出て評判良かったか、そういうことだよというとしょんぼりすると思います。大叩かれしたからね。ラジオネーム明太子。久保田、東大王の収録のその日は超常現象スペシャルになるんだわ。大月教授が出てくるからめんどくさいことになるからやめといた方がいいよ。いや別にあいつそこで大月教授と揉める、そうね、霊とか信じます派ではないしね。ラジオネームレンジ電子。逆になんで今まで呼ばれなかったと思う？って質問して困らせるな。詰めすぎじゃない？いや別にそこはでも友達だから言いたいかな。ラジオネームシグ。スポンサーにヤンマーがいるので競合する久保田は NG なんだよ、どうせつけば。いいですね、これは。これ送りたいの？わ、あったよ。でも結構ね、みんな面白いんだけど、でもシンプルに、これね、よくあまんね、口癖がそういうそうですの。久保田という漫才王が出ちゃうと東大っていうブランドが霞んじゃうから、ちょっと遠慮してほしいんだわ。送りますか？これ送ってみっか今。え？ラスト？じゃあ今送るよ。ちょっと待って、隠しよう。行きますよ。よいしょ。送った。あ、でも寝てるな、久保田。さすがに。既読になんないもん。うん。だから、この反応はじゃあ、
来週に発表し、見事答えて、今送りました、送る直前にですね、久保田さんの何がですね、スクショしたものがあってまして、そのスクショに何があるかというと、トロサーモンのマネージャーに送ってます、どうやら東大王決まったわ、マネージャーどういうことですか、山里が入れてくれるってっていう、恐ろしいスクショがですね、久保田さんから届いておりましたので、ちょっとこの、口癖のソイソースのですね、言葉が刺さればいいなと思ってます。じゃあ、リアクションはじゃあ次週発表です。皆様素敵なアイデアたくさんありがとうございました。ということで、ここまでまたお会いしましょう。さよなら。よくできました。